よし、もう 28% ぐらいになってんじゃん。早いね。急にパーセンテージが上がってね。あともう70%だけか。え、次どこ行くんだっけ。おい、そうだ、ここに行くんだって。ここにね、ダイナソープラネット、ここのパワーストーンを置きに来たって感じやな。なんかさ、恐竜が慌ててたけど大丈夫かな。ほら、助けてくんの、あのチャープクロードもが聖なる輝い火を消してしまっただべ。夜はとても暗くておっかねえ。分かったよ、泣くんじゃねえよ。俺たち調べてみるか。スペルスダウン忘れなよ。フォースポイントに戻すんじゃぞ。どこだフォースポイントは。はい、こんにちは。お前だろ、お前のところに見つけました。それを今度フォースポイントへと持っていく。フォースポイントはどこ。ムーンパスを登っていたところに火山のフォースポイントが、またケープビーチの先には海のフォースポイントがあります。ちょ、わからん。アドバイス、かがり火をつけるには何か燃えるものを用意しないと。あとはトリッキーの協力さえあれば完璧だね。ここかな。ファイヤー、ファイヤー、かがり火、ファイヤー。あ、え、ファイヤーしたじゃん。おい、おお、なんか手に入った。火の草玉。この里で火が火を起こすための素材と使われて。なるほどね。あー、なるほどね。なんかね、あれだったんですよ、なんかトリッキーでファイヤーしても全然なんか燃えなくて。なるほどね。物がそれ分かんなかったんだよな。なるほど、ここに置いてファイヤーね。オッケー。あ、全然分からんた。ファイヤー、はい、完璧。イエーイ。じゃ、これをもう何個か用意すればいいんだろ。ラッキーだ、ラッキーだぜ。ファイヤーして、うえー、やったかいぜ。これでなんか開けるところがあるかな。やっと見つけた、ここか。全然わからんったわ。なんだよ、すっげえ時間かった。これ探すだけに何15分以上かかった。ファイヤー、うー、時間かかった。The beacons mean so much to my tribe. Please take this. I believe it will help you on your quest. きっと役に立つだべ。それ何？何？それ。ムーンパスのキーだ。火山のフォースポイントへと続く道。ムーンパスの門を開いてくれるはず。どこ？あれ、ここか。ここなのか、ムーンパスは。多分ここっぽいな。あれ、こっちでいいんかな。来た、ムーンパス、ここだ。俺ここ来たことなかったから分かんなかったな。なるほどね、ここだったんだ。うわ、めっちゃ時間かった。めっちゃ時間かったぜ。まさか最初のあれだ、町からここに来るなんて分からんと。なんかアイスのステージの頃から行くかと思ったわ。なんだなんだなんだ。あ、出たー。なんか人間にとってワニ好きだよね。ワニめっちゃ殴られてる。ウィンカー、サンバディカーミン。タルー、マリオ、急にドンキーコング&マリオになってる。へい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 、避けまくるぜ、通るぜ、避けるぜ、うん、痛くないぜ。てか食らってもいいなら別に大した問題はない。で、ここでムンキーを使うと。本来ならここまで来て、は、何個こうみたいになるんやけど、ムーンキーがあればそのままいけると。
俺ここ初めて来たからな、分からんたわ。おい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 、何があるんだいここに。めっちゃ時間かかったぞここに来るまでに。おいおいおい、誰かいる。よし進めていくぜ。なんか敵を倒せば開くのか、簡単だったな。よし行け行け、どんどん行け。おトリッキー、お前前から来た、怖いだろ。お奥進んだらワープするところがある。やったー、ワープしよう。あスペルストーンはめるとこあるんじゃん。ここに来るのに時間かかった、めっちゃ時間かかって。1時間か1時間かかった。なんで1時間もかけるんやっていう。なんかここに燃えてるものがあるな。なんこれ、これね通れないんだよ、奥に通れない。このファイヤーがなんか意味あるのかな。あっどういうことだ。おうん、あ同じ色に合わせて撃つのか。なるほどね。うわー分からんやった、ちょっと。これ緑の炎の状態で撃つ。1、2、さいはーいよーよーよー。今日ちょっと雑でも大丈夫で、ここでスペルストーンをね当てるんだな。うわー全然分からんやったわ。だってスペルストーンだって目の前にあるのがあるね、はめれんとおかしいだろう。はいカチコーンと。あーちょっとな謎がちょっと難しくなってきたな。お奥になんかあったぞ。急に落ちたけど、なんかあれパッとせんやったけど、やったぜ。なんかパワーアップするの。また何のパワーアップだ。多分ね新しい技覚えると思うんだよな。やったぜパワーアップ。いやアドベンチャー要素多いね。いいね、好き、こういうの好き。ただね見せどころがねあんまりない。アイスブラスト来たー。氷の破片をたくさん放って炎を消し相手を凍りつかせるぞ。メニューから選んでセット。オッケーだ、いけるじゃん。やっぱりやったぜ。これを4つやっていくんだな。あー落ちたー、ピャー。おーしゃー来たー、炎全部消したら。んお、その下に何かあるみたいな感じ。これ飛び降りていいかな、そのまま。ヒーエレベーターだったー。そして何もない。おおお来た。このフォースポイントとは何、惑星の全魔法エネルギーが集まる場所。このエネルギーはあまりにも強力なのでそのまま惑星を分裂させてしまう。やばいな、それは。それを抑えるために古代の神グラビダウルがここにスペルストーンという石を置きエネルギーを吸収させていたのだと。しかしスケールがこの石を盗んだため惑星が粉々に粉砕してしまった。なるほどね、スペルストーンを元に戻すんだ。それをすれば世界は救われてギャラをゲットすると。やった、決して諦めな、自分の感覚を信じろって。いやここでね、そんなことを言っても。で、ここにスペルストーンを置くと、なんか、スペルストーンの形が棺桶だ。ガチーン！オッケー。置いてないけど。一瞬だけしか置いてないけど。あ、こっちに行くね。オッケー。熱い！で、上に行くと、なんか、スペルストーン置けるところはもう一個あったんだけどな。よし、くだい。ちょっとマップ結構広いな。で、開いたところにレッツゴー。へいへい、すめすめ。で、敵現れると。オッケー、いいぜ。よーし。で、敵がいたところにとりあえず行く。オッケー。これまあ、開いてないけど大丈夫。開いてないよ、開いてないよ、開いてないよ、開いてないよ。開いてないじゃないか。まあいい。よし、よし、よし。いけ。よーし。あどうした。えお前いつも瞬間移動するじゃん。お前いつも瞬間移動してここだけあれか、なんか現実に戻るやつか。意味がわからんぞーい。